関丸です。ということで皆さん、青鬼オンライン666万ダウンロードおめでとうございます、イエーイ。ということで私関丸ですね、まだ誰も知らないこの660万ダウンロードのすごい裏技を発見してしまったので、今回ですね皆さんにお二つご紹介していきたいと思います。まずはですね、はい、こちらですね、666万ダウンロード記念イベントということで、ハロウィン仕様の限定マップやプレゼントボックスが、出現しておりますね。何かこの画像を見て思い当たる節ないですか？666666、めっちゃ強調してますよね。これツイッターで発表されてないんですけど、皆さんちょっとね、こちらの自分の名前を666って名前で、はい、100人サバイバルやってみてください。それじゃあちょっと100人サバイバルやっていきましょう。はい、ということで、やっていきたいと思います。いや昨日ね、たまたま666万ダウンロードだからもしやと思ってね、名前をね666でやってみたんですよね。で1回ちょっと報酬をもらってしまっているので、まあ、2回目もらえるかわからないんですけど、はい、こちらの皆さんね、666という名前で、青鬼オンライン1回ちょっと試してみてください。そしたらね、青逃げをしなくても報酬がもらえるんですよ。すごい報酬がもらえます。はい、ということで、まあとりあえずね1試合やっていきましょう。これ絶対ねまだ誰も見つけてないと思うんですよ。うん、誰も見つけてなくて、もしかしたら俺がねこの666っていう数字で青鬼オンラインやってることによって、あれもしかして666で報酬もらえるんじゃねって思って、もしかしたらねこの名前でやってる方もいるかもしれないんですけど、俺多分ね初めて見つけた自信はあります、本当に。なのでほんとぜひ皆さんで、ね、666っていう数字でやってみてください。それからこのハロウィンイベントですね、もう一つちょっとね教えてもらった情報になっちゃうんですけど、報酬をもらえるね名前がありますので、この動画終わった後にですねご紹介していきたいと思います。それから前回の動画でこの動画内のね星が3つ溜まったと思うんですけど、ちょっと今回はね緊急ということで、そのね星3つ溜まった時にすごいことが起こるって皆さんにはお伝えしてるんですけど、今回ちょっとねパスしましょう。はい、次回の動画で、そちらの方をね、ご紹介させていただきたいと思います。今回ですね名前を変えた、報酬ですね、裏技を皆さんに、お二つご紹介していきたいと思います。いやもしねこの666っていうね、裏技を知らなかったらぜひ、まあ、高評価もしくはねチャンネル登録なんてしていただけたら本当に、まあ、今後のねモチベーションになりますので、よかったらぜひぜひよろしくお願いしますね。メインチャンネルで活動してたけど今ねサブチャンネルで頑張っていますので、はい、よければ、応援していただけたら嬉しいです。ということで残り14人になってまいりましたね。いやーなんか未だにゴリラスキンとかさ、フクロウスキンとかさ、レアスキン当たるじゃん。でもう集め終わってるんだけど、やっぱりね出ると出るですごいこうなんだろうな、ワクワクするし焦っちゃうよね。なんかあれ変な汗出るよね、やべえ勝たなきゃ、お持ち帰りしなきゃみたいな、うん、なんかそんなねワクワク感出たら嬉しいなとか思いつつ、今ね宝箱を開けてるんですが、なかなかね、レアスキン当たらないですね。他のプレイヤーがねレアスキン持ってたら、いや奪ってやりてーみたいな感じで、やられちゃいました。さあということで、3位でしたね。2回目の報酬はありませんが、皆さんちょっとこちらの動画を見てください、どうぞ。はい、ということでこちらの動画はですね、まあ、1回目の666というね名前にした時の動画なんですけど、はい、試合が終わった後に150青ジェムもらえるんですよ。すごくないですか、この666万ダウンロードで名前を666にして、青鬼オンラインのね、100人サバイバルでも1試合やればですね、はい、青ジム150もらえるということで、もう一つの名前の方にチャレンジしていきたいと思います。はい、ということで、次にですね皆さんにご紹介するのが、これもしかしたらやってる人はねやってると思うし、前にもらった人はもうもらえないかもしれないんですけど、このハロウィンという名前ね、もう11月そろそろなりそうですね、ハロウィンの時期なので、ハロウィンという名前で100人サバイバルをやると、もう一回ですね報酬がもらえるということで、ちょっと試していきたいと思います。さあということで、まあこのハロウィンという名前ではまだ1回目やっていないので、もしこれでね、1試合終わった後に、ね、なんか報酬がもらえるのであれば、こちらも裏技ということで、はい、今回動画内で2個ですね裏技をご紹介させていただいております。いやまた同じマップだね、ここ宝箱がさあんまりさ多くないから、しかも真ん中に密集するから、なかなかねこうなんだろうな、ハロウィンボックスとかゲットしにくいんですけど、まあでもスイッチあるから楽しいよね
あの俺とよくねマッチングする人は分かると思うんですけど、俺ねこの上のねスイッチ開けたり閉めたりするのすごい好きでさ、よくいたずらしちゃうんですよね。多分みんなからしたらうるせえって思われるかもしれないですけど、これずっとね開けたり閉めたり開けたり閉めたりずっとしてるんだよね。青鬼に追いかけられてる途中でも、暇だなーって思いながらずっとこうやって開けたり閉めたりしてるんでうるさかったらごめんなさいね本当に、でも楽しいんだもん、仕方ないじゃん、楽しいんだもんね、スイッチを配置してるこの青鬼オンラインを作った運営さんがいけないんだぜ。俺はねこのスイッチはね、あの押したりね、あの開けたり閉めたりするもんだと思ってるからね、スイッチがあったらやっぱり開けたり閉めたりしちゃうじゃんな、って思ってます。はい、ということでね、ハロウィン皆さんね、どんなイベントやりますか？なんかね、あの地域によってはハロウィンのイベントを地域でやりますって人とか、友達同士でねハロウィンやりますとか仮装しますっていう人もね、あのたくさんいると思うんですが、はい、うわちょっと来たよ、やばい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 。で一回さ、俺さ、ちょっと待って、ちょそれはあかんあかんあかん、あぶねえ。お、よし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 、プレゼントボックスじゃん、ナイス。よし、幸せの予感ということで、あ、プレゼントボックスもらおうか。いいよ、ガスマスクなんて使っちゃえ。ガスマスクは使ってなんぼなんだよな、本当にな。はい、ということで一回今回の新しい青鬼、なんかドロドロみたいなさ、おっきいやついんじゃん、あれの木のやつ見かけたんですよ。で青鬼ね、青鬼図鑑が溜まったはずなんですけど、なんかね表示されてないんだよね。表示バグなのかわかんないんですけど、出会ったのになんか出会ってないようなね感じになっちゃってて、今ちょっと悲しいんですけど、お、ちょっと撮りたいよこれ。さあレアスキン来い誰だ撮ったの見えない、誰かに撮られたな。はい、ということで残り7人、ちょっとやばいな。完成鬼に目をつけられてます。さあ、あ、これでローラースケートを取ればって思ったんですけど、よし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 、うまく歩けてるよ。よし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 、オッケーオッケー、おい、よけた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 、あぶねえあぶねえ。さあ残り2人になってまいりました。さあ残り2人になってまいりました。で3人なんだよな、3人だからもう1人どこにいるんだろう、ちょっとわからないんですけど、さあプレゼントボックス開けましょう。これはきつい、これはきついぞ。さあ青鬼に追いかけられて青逃げをしたい。さあローラースケートナイス、いけるか、よし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 、ガスマスクも取っていく、ナイス、いいね、これはいける、よっしゃ。この状況で青逃げできるのはやっぱりね、ジェケマル青鬼オンラインのプロですわ。はい、ということでさあ報酬もらえるかな、見てみましょう。おお、来た、ジェム150個獲得ということで、イエーイ、名前皆さんねハロウィンしましょう。じゃあ一回戻りましょうか。はい、ということでまあ裏ステージ来てるんですけど、今回やめておきます。ということで皆さんにね、裏技の方をご紹介させていただきました。名前ですね、666万ダウンロード記念ということで、名前を666にするとですね、150ジェムもらえますし、名前をまたねハロウィンにすると150ジェムもらえるということで、合計300ジェムゲットできますね。よかったらぜひぜひこの機会にね、名前を変えてみてください。それからですね、皆さん見てください、やった、マスターになりましたね。今この試合やってる間にマスターになりました、イエーイ。ということで、次回ですね、こちらの左上に溜まったね星の方を、皆さんにご紹介していきたいと思います。ということでジェケマルでした、ありがとうございます、失礼します、ハッピーハロウィン。